実際稼げるのかっていうのはご質問いただいてますね。実際儲かるんでしょうか。まあ報酬が少ないんですけどとか単価低いですよねとか、楽天アフィリエイトで稼ぎたいんだけど学べる人はいますかと。まあ、そもそも楽天アフィリエイトって僕もメインに使ってるわけではないので、例えばいろいろ今まで実験してきた中で、たくさんのサイトを作って、そこに楽天のですねの商品を、サイトアフィリエイトとして紹介するというのはあるんですけども、やっぱり単価、まあ、低いですよね。楽天、あとアマゾンとかその辺っていうのは紹介はしやすいですよね。実際のものだったりするので、まあ、本とかものですよね。なので紹介はしやすいんですけども、単価が低いっていうのがあるので、まあ、これはサブ的に使われた方がいいかなと思います。やはりあなたのノウハウとか情報商材とか、まあ、そういったそのある程度ですね、個人が戦うには単価を上げるっていうのは重要なんですよね。もちろんダメなものを紹介しちゃいけないんですけども、きちんと価値を提供しつつあなたの、価格を上げるとですね、